行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。よし、いざ勝負。みんなよく頑張ったね。なんだか不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新田とも会ったことがあるよ。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって、あれ、でもそっか、そうかも。なんか変。またハッキング？もう本当なんなの？
行こう。この先にあなたがいるんだよね。なんだよ今の映像、子供？気味悪い。畜生。はあ、ちょっともう一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。データを。お前らこっちへ走れ。こいつのロックを解除する。ログアウトして。おっと、おい走れっつってんだろ。おい、どうしよう、強すぎるよ僕。なんでこんなに弱いんだ、モキアを。みんな、よし、ロックを解除した。ログ、おい、モキア、早く。でも、あの子たちがまだ。わかんねえのか、足手まといはお前なんだよ。お前が逃げおせりゃ、あいつらはどうにでもなるんだ。おい、ノキアはログアウトした。俺も続く。お前も急げ、いいな。
ねえ、ちょっとあれヤバくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら、天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ。まとめて逮捕すんぞ。ああ、府警さん、こっちに。誰が府警さんだ？誰が刑事さんだ？刑事さん、見た目だけで物事判断し、なんだありゃ、どうなって、キモいから逮捕。そこ逮捕。面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前。おい、待て、そこの車。止まらねえと逮捕するぞ。こら！人よりは奇妙な現象に慣れている方なの。こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな？話はできるかい？自分の身に何が起きたのか理解できていない。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲で。ここは新宿だ。仕事で探し物をし、自分で言うのもなんだが、今は中野にある私。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで電脳空間からアバターのまま。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのかな。そうか、友達のことは気にするな。私も誰か？そうか、最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味深くてね。すっかり失念。私はクレミ京子。しがない探偵さ。なるほど。